みんなさんこんにちは。今日は特定技能外食業、言葉単語勉強しましょう。コンテナとは物を運搬、貯蔵、保管するための容器のことを指します。一般的には輸送業界や倉庫業界などで使用されます。以下はいくつかの一般的な用途です。ここまで以上です。今日もありがとうございます。みんなさん頑張ってください。